平氏を熊野神社は、山形県佐賀江市にある神社である。養老五年行期により勘定されたと伝わる古社である。社殿によれば、養老五年行期により、熊野三社を勘定して解散し、行期の皇帝昇格が別当として補佐したという。全9年の役にあたり、源の頼地義家が戦勝を祈願し、公平五年殿端、三輪と鏡二面を寄進した。また、 王徳三年後三年の役の時再建されたという。平安時代経が一に、京塚が築かれ、出土した石製八角中継石章から、工事年間のものだと判明している。文治五年堺僧の児頭となった大江氏から車両を与えられ、佐賀大江氏の不大の家臣であった、長崎中山氏の保護を受けた。 中山市は埼玉川流域の開墾によって七千国と、称する地域を有し、平良市を熊野神社を祈願書として定め、北目、高谷、福熊に平良市を熊野神社の文社を置いて、里の鎮守とした。もともとは、熊野三書本源に習い、五ま堂、内味堂、女宝堂に分かれていたが、明王年間に現在地に合祀された。大江市が滅ぶと、 中山氏は、最上氏に属し、平良を熊野神社も、最上氏の保護を受け、最上氏開役後は、幕府より149国余りの御主因地を与えられた。明治に入ると、神仏分離令により、神社となり、村人の僧霊を担当する平良お寺を設立した。廃仏希釈の際、十王像を引徳するため裏山へ埋めたといい、その後掘り起こされ、祀られた。また、 廃物希釈において、主尊釈如来像が失われた。十王像2区は、痛みが激しかったことから、平成18年から3か年をかけて、京都国立博物館文化財保存修理所で補修が行われ、平成20年帰還した。帰還の際には修復帰還祭が取り行われた。平らしを出らき花、頭抜き、拳、ビエド時代の明暦元年2月、 女法堂を平塩お寺と改め熊立、山平塩お寺と称した。佐賀江氏の下では、日野式部が別当を務めていたが、佐賀江氏の滅亡により、穏やか大使代わりに、伊達市十五代、春宗の孫にあたる育みが別当となって、新言衆報道寺の末寺となり行財政面を担当した。別当は再退せず、代替わりの際は、報道寺から別当を入れた。 明治の神仏分離により、平塩お寺是官は、官主となって、竹部を名乗り、村民の要望により弟子の延名が、平塩お寺を継いだ。この時一山の阿弥陀如来像、大般若行、仏具等を譲り受け、以降総裁を担うこととなった。五歳神 AB、佐賀一平氏を熊野神社境内、京塚発掘調査現地説明会資料国学院。 大学博物館学研究室高谷熊野神社は、元熊野大権源と称し、天正年間大江市から四国余りを寄進され、三十六国余りを有した。西雲寺が土地を支配した。法暦五年再建された。佐賀江町市、佐賀江市市編山奏書第5.6州ピアニッシも、六十三はじめ山中の白山道に、隠したが、発見を恐れて途中に埋めたとも言う。 AB、タイラシオの歴史と、民族不言、文字菩薩が、タイラシオ寺に残された。タイラシオの歴史と、民族タイラシオ寺パンフレット、タイラシオの歴史と、民族山形県 HP 最近指定された、文化財、タイラシオの歴史と、民族、第一次、第二次発掘調査による。春の訪れ、おごそかに YouTube 探し HP、探昔探しより、 山形橋物語も上川第三部4ありがとうございます。